第3632回羽室町地下闘技場トーナメント、ここで優勝者のエキシビションデスマッチを行います。青コーナーへ、挑戦者冴島大河の入場です。親父だけは、この人だけは守らなきゃならないんだ。
親父が天下取るために、上野さん、助けて。ええか、教えといたるわ。人を殺すっちゅうはな、人を殺すっちゅうはな、ごっつ怖いもんなんじゃ。15年前のあの日から、俺は毎日必ず夢を見る。18人殺した日の夢や、殴った奴の頬の感触、骨が砕ける瞬間の音、悲鳴、死んでいった奴の顔、全部が事細かに夢に出る。死んだ人間の家族に申し訳ないとか、そんなは当然思う。せやけどな、せやけどな、そんなもんちゃうねん。人を殺したらな、殺した人間は恐怖から逃げられへんねん。毎日毎日怖い思いせなあかんねん。それがどんなに苦しいことか、お前らにわかるか。くだらん、こんな勝負。